初代グラッドウィン男爵ヒューバート・マイルズ・グラッドウィン・ジェブは、イギリスの外交官、政治家。聖マイケル、聖城寺勲章、ロイヤル、ビクトリア勲章、バス勲章受勲者。単に、グラッドウィン・ジェブとして知られる。国際連合創設時に、事務総長代行を務めた。ヨークシャーのファーベックホールにおいて、シドニー・ジェブの息子として生まれた。イートン・カレッジで教育を受け、 オックスフォード大学、モードリンカレッジで歴史学を学んだ。1924年に外交官となり、イランのテヘランとイタリアのローマで在外勤務を経験した。テヘランでは、ハロルド・ニコルソンやビタサック・ビルイコール・ウエストと知り合った。ジェブは、その後ロンドンでの外務省勤務となり、外務部長秘書官を務めた。1940年8月、ジェブは、 経済戦争省に配属され、時間補佐官の臨時職位を与えられた。1942年に再建復興部長となり、1943年に外務省で三次官となった。この間、ジェブはテヘラン会談やヤルタ会談、ポツダム会談など、多数の国際会議に出席した。第二次世界大戦後、ジェブは1945年8月に、 国連設立準備委員会事務局長となった。1945年10月に国連事務総長代行となり、初代事務総長としてトリグブリーが選出されるまで代行職を務めた。ロンドンに戻った後、ジェブは外務大臣アーネスト・ベビンの代理として外省会議に出席した。1946年から1947年まで外務省で、 国際連合顧問を務めた。ジェブはまた、ブルッセル条約常設委員会にイギリス代表として参加した。1950年から1954年まで国連大使を、1954年から1960年まで中フランス大使を務めた。1960年、ジェブは世襲貴族となり、グラッドイン男爵として自由党に入党した。 自由党の副党首として1965年から1988年まで、貴族院議員を務め、外交と国防に関する広報担当も務めた。1973年から1976年までは、欧州議会議員も務め、政治委員会の副委員長も務めた。ジェブは自由党に参加した理由について、次のように述べている。 当時の自由党には指導者が存在していなかった。自分は所属する政党がない指導者であった。ジェブは多くの自由党員と同様に教育が社会改革の鍵であると強く信じていた。ジェブは料理人としても良い腕を持っており、長期にわたってイギリス政府の愛委員会で委員長を務めた。射撃の腕も良く田舎での狩猟に興味を持ち続けた。ジェブは シリル・コナリーや、ナンシー・ミット・フォードらと親しい付き合いをした。1996年に死去した。遺体は、サフォークのブラムフィールドにあるセイ・アンドリュー墓地に埋葬された。グラトーイン男爵は、息子マイルズが継承した。1929年、シンシア・ノーブルと結婚し、息子一人と娘二人を設けた。長男、マイルズ第二代グラトーイン男爵長女、バネッサ。 歴史家、ヒュートマスと結婚次女、ステラ、科学者、ジョエル・ドロスネーと結婚グラトーイン男尺として以下の書籍を出版した。ジェブの文書類は、息子マイルズが1998年から2000年にかけてケンブリッジ大学のチャーチル資料センターに寄贈した。ありがとうございます。